ヘルシンキではね、もう体調ちょっとおかしかったもんだから、古橋はもう戦国軍も諦めて400に絞ったわけですね。で僕はじゃあ400やめて戦国軍に絞ろうと、400の決勝を見に行ったんですね。これがダメだったんですね。あれ見なきゃよかったと。負けたことのない古橋がね、肝心のオリンピックでビリケツでしょ。その時のコンロがね、割といい泳ぎしてたんですよ。今日の泳ぎされたら俺は勝てないなっていう感じは思ったですね。400見ないで泳ぎはね、黙って僕は金メダルだったと思いますよ。あれ見て精神的に動揺しちゃったんですね。それが過去の練習の成果をもう忘れちゃったんです。古橋がダメでみんながダメになって、もう最後の俺だけが、メダル取るか取らないかっていう、そんなに僕はタフじゃないですからね。800リレーでメダルでも取ってれば肩でも組めたんだと思いますけどね。監督はやっぱりどうしてもメダル、古橋を出さなかったんですね。だから僕は自分がメダル取っても、まあ、古橋には全然見せなかったし、他人にも見せなかったですから、もう何十年の間引き出し入れっぱなし で古橋がいなくなってからね、 2,3 年経ってからかな、やっと出したんですけどね。ロンドン大会に挑むという、大会を神宮プールでやったんです。その時に1500で古橋も僕も世界記録を作って、その時のタイムがロンドン大会よりも40秒ぐらい早かったわけですね。ロンドン大会行ってら文句なしですよね。文句なしですよ。400も1500も両方持ってた人はね、よその選手を見るなと、自分の腕でを信じて泳げばいいんだっていうことを今の選手に僕は言いたいんですね。僕は自分でそれ経験しましたから。64年に惨めな思いしたんだから、20年にはやっぱりある程度残してくれないとね。僕はそれまで生きてるかどうか分かりませんけど。ぜひ見なきゃいけない。